はい、はい、こんにちは佐大臣光永です昨日ですね3月15日は卒業式が行われた学校が多かったらしく近所の小学校でも中学校でも卒業式っぽい歌が流れていましたああそんな時期だなともう卒業式も新入学も全く関係のない年ではありますがやはりこの時期何か華やいだワクワクした気持ちになりますね。特に昨日は カラーっと晴れていていですね最近、ん天が多かったのに、小雨降る日も多かったのに、狙いすましたように卒業式を祝福するがごとくに晴れ渡ったのは素晴らしかったです。本日は、平家物語、感情の巻より、六道の沙汰です。ラスト2話になりました。大原着工院にて陰生中の県礼門院が、小白川法王に自らの反省を語ります。前回 大原五行からの続きです六道の沙汰用意等を習い何かは苦しうさうろうべきはやはやご対面さぶろうて官御なしまいらすさせたまえと申しければ尿院ご案実にいらせたもう一年の窓の前には摂取の功名をごし 十年の芝のとぼそには生司の来光をこそちつるに思いのほかにここをなりける不思議さよとて泣く泣く恩厳山ありけりほうこの恩ありさまを二枚らっさせたまいて悲壮の八幡五なお必滅の霊に遭い欲界の六天いまだ 古水の悲しみを免れ全犬上の照明の楽、中元前の広大の核また夢のうちの家宝、幻の間の楽しみ、すでに流転無遇なり、車輪の巡るがごとし、天人の古水の悲しみは人間にもそらいけるものかな、とぞ仰せける。 猿にても、誰かことと今いらせ騒々。何事につけても、さこそ、いにしえおぼしめしで候をらめ。と、多せければ、伊豆方より、訪れることもさぶらわす。高房、信孝の北の方より、怠だへ申し送ることこそさぶらえ。その神、あの人どもの育みにてあるべしとは。 つゆも思いよりさぶらわずとて御涙を流させたまえばつきまいらせたる女房たちも皆袖をぞぬらされいける。女院御涙を抑えて申させたまいけるはかかる身になることは一旦の嘆きーすに及びさぶらわねども御ぼだいのためには喜びと 覚え三郎なりたちまちに釈迦の唯呈に連なりかたしけなく御田の本願に乗じて御章三重の苦しみを逃れ三時に六魂を清め一筋に九本の常設を願うもっぱら一門の菩提を祈り常は三尊の来光をごすいつの世にも 忘れがたきは先定の恩面影。忘れんとすれども忘られず、忍ばんとすれども忍ばれず、ただ恩愛の道ほど悲しかりけることはなし。されば、かの菩提のために、朝夕の務め、怠ること、さぶらわず。これも、しかるべき全知識とこそ覚えさぶらえ。と、 申させたまいければ法王,王政なり成るは「この国は俗山変度なりといえども、かたしけなく従前の欲訓に応えて盤上の主となり、随分一つとして心にかなわすということなし。中かんづく仏法オルフの世に生まれて仏道修行の志あれば。 全書疑いあるべからず人間のあだなる習いは今さら驚くべきにはあらねども御ありさま御立て祭るにあまりに千方のおこそ宗らへと仰せければ尿印重ねて申させたまイけるは我栄誉国の娘として天使の国母となりしかば 一し視界、皆棚心のままなり、廃来の春の始めよりいろいろの衣替え、仏名の年の暮れ、節六家の大臣苦行にもてなされしありさま、六翼自然の雲の上にて八幡の書店に異名せられ三郎乱んように、百貫ことごとく仰がぬ者や侍し。 清涼指針の床の上、玉のすだれのうちにてもてなされ、春は南殿の桜に心を留めて日を暮らし、旧家三福の暑き日は泉を結びて心を慰め、秋は雲の上の月を一人見んことを許されず、見当祖節の寒き夜は妻を重ねて温かにす。朝廷不老の術を願い。 蓬来不しの薬を尋ねてもただ久しからんことをのみ思えり開けても暮れても楽しみ栄しこと天井の家宝もこれには杉とこそ覚え侍しかそれに樹栄の秋の初め、木曽吉中とかやに恐れて一門の人々住み慣れし都叔母雲いのよそに帰りみて ふるさとを焼け野の原と打ち眺め、いにしえはなおのみ聞きし、すまよりやかしの裏たい、さすが哀れに覚えて、昼はまんまんたる波地を分けて袖をぬらし、夜はすさきの千鳥とともに泣きやかし、うらうら、しまじま、よしやるところを見しかども、ふるさとのことは忘れず、かくて、 夜中西は古水・必滅の悲しみとこそ覚え侍しか人間のことは愛別陸御蔵へく共に我が身に知られてサ侍四苦八苦一つとして残るところを侍わすさても筑前の国太宰府というところにいてこれよしとかやに 九国の内をも追い出され三夜しといえども立ち寄り休むべきところもなし同じ秋の末にもなりしかば昔は九重の雲の上にて三し月を今は八重の潮地に眺めつつ明石暮らし侍市ほどに神奈月の頃を追い清常の中将が都の内をば源氏がために攻め落とされ 鎮勢おば、これよしがためにおいいださる。網にかかれる魚ごとし。菊へゆかば逃るべき川。ながらへはつべき身にもあらず。とて、海に沈み侍しぞ。心浮きことのはじめにて侍し。波の上にて日を暮らし。船のうちにて世を明かし。見つき者も,もなかりしかば。 具吾をそのおる人もなし、たまたま具吾は備えんとすれども、水なければ参らず、大海に浮かぶといえども、牛をなれば飲むこともなし、これまたガキ道の句とこそ覚え侍しか、かくて室山、水島、ところどころの戦いに勝ちしかば、人々少し色直って見え侍しほどに、 一の谷というところにて一門多く滅びしの地は脳死側体を引き換えて黒金を述べて身にまとい開けても暮れても戦呼ばいの声絶えざりしこと修羅の登場解釈の争いも各野とこそ覚え侍しか一の谷を攻め落とされて後親は子に遅れ 目は夫に分かれ、沖に釣りする船をば、敵の船かと肝を消し、遠き末に群れいる詐欺をば、源氏の旗かと心を尽くす。さても、文字、赤の席にて、戦は今日を限りと見えしかば、2位の尼、申しよくこと侍行き。男の生き残らんことは、千番が一つもありがたし。 たとえまた、遠きゆかりはおのずから生き残りたりというとも、我らが御世を弔わんこともありがたし、昔より女は殺さぬならになれば、いかにもしてがらえて、首相の御世をも弔いまいらせ、我らが御将をも助けたまえ、と書きくどき申しさぶらい氏が、夢の心地して覚え侍氏ほどに、 風にわかに吹き、浮雲厚くたなびいて、つわもの心を惑わし、天雲尽きて人の力に及びがたし、すでに今はこうと見えしかば、2位の尼、先帝を抱き立てまって、船畑へいでしとき、あきれたる御様にて、あませ、我よば伊豆知へぐしてゆかんとするぞ。 侍かば、いとけなき君に向かいたてまり、涙を抑えて申し侍氏は、君はいだ、城締めされ侍わずや、前世の従前開業の御力によって、今、万丈の主とは生まれさせたまえども、悪縁にひかれて、幸運すでにつきたま犬。 まず貧菓子に向かわせたまいて、伊勢大神宮に御糸間申させたまい、その後、裁縫浄土の来光に預からんとおぼしめし、西に向かわせたまいて、御念仏三郎べし。この国は即三変土とて、心浮き境にて三らえば、極楽浄土とて、 めでたきところへ、くしまいらせさぶろうぞ、と、泣くなく申しさぶらいしかば、山と色の御意にびんずら言わせたまいて、御涙に溺れ、小層美しい御手を合わせ、まず、品菓子を潮がみ、伊勢大神宮に御いとま申させたまい、その後、西に向かわせたまいて。 御念仏ありしかば、2位の尼、やがて抱き立てまって、海に沈みし御面影、目もくれ、心も消え果てて、忘れんとすれども忘られず、忍ばんとすれども忍ばれず、残りとどまる人々のおめき叫びし声、共感、大共感の炎の底の罪人も、 これには杉地とこそ覚え侍しか。さて、物の不ふどもにとらわれてのぼさぶらいし、上り侍氏とき、播磨の国明石の裏について、ちっと内間どろみて侍氏夢に。昔の代理には、はるかに勝りたるところに、剪定をはじめたてまって、一門の苦行天生日と、皆、 ゆゆしげなる礼儀にて侍しよ都をいでて後、かかるところはいまだみざりつるに、これはいずくぞ、と、問い侍しかば、2位の尼と覚えて、竜宮城、と、依来侍しとき、めでたかりけるところかな、これには、くはなきか、と、問い侍しかば、 京の中に見えて三郎よくよく個世を弔い玉へと申すと覚えて夢覚めぬその後はいよいよ京を読み念仏してかの御母大を弔い奉るこれ皆六道にたがわしとこそ覚え三郎へと申させたまえば法王大瀬成るは 異国の玄城三蔵は悟りの前に六道を見我が町の日蔵商人は蔵王権現の恩力にて六道を見たりとこそ承れこれほど目の当たりにご覧せられける恩こと誠にありがとうこそそおらえとて御涙にむせばせたまえば九部の苦行天乗人も みな袖をぞ絞られけ女王院も御涙を流させたまえばつきまいらせたる女房たちも皆袖をぞ濡らされける。というわけで建礼門院徳子が後白河法王に対して自分の半生を仏教でいう六道になぞらえて語るという場面でした。六道とは地獄、鬼、畜生、修羅。 人間天井の六道であらゆる生命はこの6つの世界の間を輪廻転生しながら生まれ変わって過ごしているそしてこの輪廻転生六道輪廻陸道輪廻の輪から逃れ下脱することを目指すというのが仏教の基本的な世界観です六原という地名も六道という考え方に根ざしたものですし また六地蔵というものがひょっとしたらご近所にあるかもしれませんけれども六地蔵の六というのも六道を輪廻転生を繰り返しながら迷っている主情を助けてくれる存在だと言われております六という数字が何か特別な意味合いを持つんですね次回最終回です尿院死去無料ダウンロードのお知らせです 日本の歴史解説音声91本18時間仏教の伝来から226事件まで古代から近世までの時の流れを実感していただけます全91本18時間の大ボリュームが今だけ全て無料です図表、経図、地図など豊富に使い内容理解がしやすくなっております詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします本日も佐大臣光永がお話しいたしました ありがとうございます。ありがとうございました。